どうも皆さんこんにちは、エルザです。それではマインクラフトをやっていきたいと思います。まあ、前回はね、今ここにいる橋を作ったわけだけど、まあ今回はまた別のことをやっていきたいと思います。で、何をするかっていうところなんですけど、今回は洞窟を探検したいと思います。イエーイ。まあね、結構ね、洞窟気になってるところ多かったんだね。ここを攻略したいなと思います。で、洞窟はさ、多分最初のパートの方で見つけた大きい穴だね。そこを目指してまず行こうかな。はい、ということで目的地の洞窟にやってきました。まあ、ここね、ほんと最初の方で見つけたけど、まあ、だいぶ深くなってるんでね、下の方まで降りて探索をしてみたいなと思います。で、途中ね、ワンちゃんも仲間にしたんでね、ワンちゃんと一緒に冒険しようかな。ね、スケルトンに対してね、どうしても大変な目に遭うんで、頑張って、ワンちゃんには頑張ってもらうって感じかな。あー、今回ダイヤは見つけることはできるのか。さて、どっち方面行こうかなって感じだよね。ね、どっち方面行くかって話なんだけど、まずは左側、こっち側行ってみようか。そんなに広くないかもしれないんだよな、今見てる感じだと。あ、いや、意外と広いわ。いいね、連れてきたの正解だね。あそこにいるなあそこいるな。あ、レッドストーンだ。待ってね。おい、やれ。危ねえ。そしてシェルト金もある。おお、いい感じ、いい出だし。ちょっとレッドストーン回収しよっか。よし、やれ、ワン太郎、ワン太郎やれ。よし。うわー、こっち気になるけど、お、金だ。おー、いいね、結構。いい感じに落ちてる。いてて。ここはドーン。よし、あれ、あと一発か。あー、矢がない。そうだね、ちょうどねちょうどあと一発だったよなと思いながら。危ね危ね。おー、結構広い。一旦これ壊れるかな。いやー、やえずね、ん？あ、イカか。
これ紫なんだね。ごめん。いけ。とりあえずね、脇潰しながらと思ってやってるけど。あー、射抜かれたワンちゃん。あれ、あいつどこ行った？武器がね、なんか知らないアイテムゲットしたけど、痛かったー。何ゲットした？輝くイカスミだって。へぇー、輝くイカスミ、こんなアイテムあるんやね。ちょっとね、回復して。ここなんで紫っぽく光ってたんだろうね。あー、相棒がいなくなった。ちょっと悲しいね。開幕も切れちゃったね。うん、それなりにあるけどって感じだね。なんかダイヤらしいものは。一回見つけたあそこに戻るかって感じか。よし、じゃあ戻ろっか。あー、予定外。あ、ちょっと待って、あそこさ、あれ何、エメラルドっぽくない？ほら、これこれこれね、こう行ってこう。よし、いや、これはダイヤモンドっぽいぞ。周り掘ろう。え、1個だけ？いや、2個、2個か。ちょっと待ってね、いらないやつ、いらないやつね、先にね。じゃあ掘ろう。邪魔だな邪魔だな。もうさ、多分取ったら取ったらどん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 こいつらがさよし、ダイヤゲット。何個？あっ、あー、これダイヤあるぞ。見て、なんか一気に装備が壊れた気がする。あ、しかもお宝ある、あそこ。一個か、ちょっとちょっと渋めね。見えない、見えないよね、みんなにはね。あのね、あそこの奥にねあるのよ、お宝が。なんで鳥行きます。ね、もうなんだかんだで、ね、あれなんだよな、荷物がね。おお、ちょっと待った、スポン。でね、出よう。
ゾンビだ。めちゃくちゃついてね。じゃあ何が入ってる。うわ、めっちゃいろいろ入ってるわ。あ、しおりがある。いいね。もう一つ。あ、エンチャントボン。あ、すげえ。トゲの鎧、水中の呼吸、ダメージ軽減、激流。わあ、すげえ。なかなかいいんじゃない。水中呼吸はいいと思う。はい、ということで、一旦戻ってきました。ちょっとね、アイテムもいっぱいだったんでね、まあ、途中いろいろ集計できたんで、それは最後の方で報告したいと思います。で、次はこの前提で、さっき左行ったんだよね。なんか黄色いるな。今度は右、あっち側もうちょっと目指したいと思います。あ、正解っぽい。だいたいそれで 1,2 発でいけるもんね。ラピスラズリを大量にゲットして、松明が残り2個。スライムいるじゃん。これは先に掘って逃げよう。これは掘って逃げよう。あ、ちょっと待った。めっちゃあるじゃん。逃げる準備は常にしとかないとね。ということで、無事戻ってきました。まあ、ダイヤ手に入れてから敵に会うこともなくて、結構ね、採掘専念できた感じです。で、今回のね、集めたアイテムの結果を見てみたいなと思います。ほい。こんな感じでした。いやー、ダイヤ8個だった。ダイヤ8個。で、レッドストーンと、ラピスラズリだね。が大量に手に入ったというところかな。で、レアなので言うと、まあ、弓の耐久位置と射撃増加がゲットできて、まあ、エンチャントボもゲットと、スズランレアなのかな、ちょっとわかんないけどね。あと、輝くイカスミとかスライムボール、名札、というところかな。いやー、今回で痺れたな。結構ね、やっぱ洞窟の中は大変だね。暗いからちょっとそれだけ心配かな。どんくらいみんなに見えてるのかだけ心配だかな。やっぱね、見えないはやっぱいかんよ。やっぱね、見えないのはね、違う意味で心配になるんでね。はい。という感じで、今回はここで終わりにしたいなと思います。はい。ということで皆さんご視聴の方ありがとうございました。よければね、他にもいろんなゲームしてますので、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。